めげないしょげない。おやさい。はい、今回はですね、スクフェスアーケードの、今後についてね、まあ、自分のね、考えとか、いろいろちょっとまとめましたので、動画にさせていただきました。まず、スクフェスアーケードね、ゲーセンで稼働している、アーケード版は、残念ながら、もう最終アップデートっていうのがもう終わって、で、まあ、そこからですね、まあ、現状、まあ、いくつかの店舗は、まあ、筐体がね、どんどん撤去されてしまったっていうところにはなっていくんですが、まず、スクエアサーケードのアップデートが終了、イコール、まあ、サービス終了なんじゃないか、みたいな話を、まあ、だいぶ前に、したじゃない ?4 周年記念の発表の時に。それはなんでかっていうと、これ以上アップデートがないってなると、ゲーセン側もね、やっぱどうしても、その売り上げがもう伸びない。むしろどんどん落ちてしまうと思うんですよ。ってなってくると、やっぱ撤去せざるを得ないですよね。なんで、まあ、もともと AC の売り上げがあんまり良くない店舗からしたら、まあ、むしろそこが節目だな、まあ、撤去するか、みたいな判断をするところも、まあ、中にはあったのかなっていう感じですね。ただ、実際にサービス終了してしまうと、もうこれは、筐体はもう、ほぼ強制的に撤去なのかなって思います。はい。そもそもゲームとして、もうほぼ成り立たないんですよ。サービス終了しちゃうと、そもそもカードが使えない。ネットワークが繋がらないってことは、もう強制的にゲストプレイになっちゃうんで、そもそもゲストプレイだと、チャレンジとかエキスパートが最初から選べないんですよ。ハードまでしか最初は選べないし、楽曲も、解禁するのに条件があるけど、それもデータないから、ゲストプレイだと、できないんですよ。ってことは、やる人がもうほぼいない状態になっちゃうんだよね。もうどうしても。なんで、もうサービス終了したらもう本当に全国のゲーセンから、筐体が撤去されるって思っといていいかもしれない。じゃあ、いつサービスが終了しちゃうのかっていうところなんだけど、これはもう俺が運営じゃない限りわかんないですけど、過去のディシディアファイナルファンタジーっていうゲームがゲーセンの筐体で、まあ、出てたんだけど、これが同じスクエニの会社なんですね。で、それがどうなったかっていうのをインターネットでね、調べたらね、最終アップデートが2020年の3月5日だったんですね。で、サービス終了を実際にしたのが2021年の4月1日なんで、まあ、約1年ぐらいあったんですよ。最終アップデートの告知から実際にサービス終了するまでの、間で、だいたい1年ぐらいだったんですね。なんで、まあ、ディシディアと、まあ、全く同じとは限らないけど、まあ、その流れで行くんだったら、まあ、スクエアアーケードのサービス終了っていうのも、まあ、だいたい年明けから、まあ、今ぐらいの時期、の間ぐらいなのかなっていう感じになりますね。で、ちなみにディシディアの、稼働期間っていうのが約5年半だったんですよ。うん。ただ、ディシディアでね、ちょっと調べてね、びっくりしたのが、サービス終了告知が前日でした。はい。なんで、そこからね、1年何もない状態からの、3月31日に急に、明日サービス終了します。いう感じなんで、まあ、サービス終了は突然告知がやってくる可能性は十分にあります。で、ホームフェスどうなってくかっていうところなんだけど、まあ、まずね、専用コントローラーがまず出るかどうかっていうのを聞かれるんですよ、よく。はい。専コンに関して出るか出ないかで言うと、出ない可能性の方が圧倒的に高いと自分は思ってます。出すんだったら、リリース当初からもう出すはずなんですよ。それが出ないってことは、まあ、ないかなとは思います。ただ、フォームフェスがめちゃめちゃ今後、もうバズって右肩上がりになったら、途中からでも制作決定の可能性は十分にある。うん、だからもう全然どっちの可能性も十分にあると思うんだけど、今現状ではほぼないかなって自分は思ってますね。で、これもやっぱ制作するのにも費用がめちゃめちゃかかるし、で、制作決定ってなってもすぐじゃあ発売できるか、販売できるかって言ったらそうじゃない。だから時間と金がかかるんですよ、要するに。途中から出すってなっても、その間での機会損失が生まれるんですよ。要は最初から出してたらもっと本来売れたものを、後から途中から出すことによって、本来その間に売れてたものが売れなくなっちゃうから、どん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 やっぱね、基本的にはやっぱ下がってしまうのかなとは思いますね。ただ、可能性としてあり得るのが、ゲーセンのアーケード、日本でしかできないゲームなんですよ。ただ、ホームフェスに関しては PS4 さえ持っていれば、海外の人でもプレイできるんですよ。ここが大きな違いだなって自分は思います。はい。なんで、日本でどうバズるかじゃなくって、海外でどうバズるか。ここが鍵になると俺は思ってる。じゃあ、もう、こういう現状になってしまった、今、自分たちどうしたらいいんだっていう話なんですよ。はい。これは、まあ、人それぞれ思いっていうのは違うんで、自分の考えで言いますね。もちろん、サービス終了してほしくないっていうユーザーの気持ちめちゃめちゃわかります。俺もそうです。うん、すごいわかります。ただ、運営側もね、要は、スクエニ側も、スクフェスアーケードを置いている店舗側も、やっぱ事情があるんですよね。たとえそれが一人のユーザーのためでも、筐体を置いてあげたい気持ちっていうのはすごいあると思うんですよ。ただ、やっぱりどうしても、もうそれを運営していく上で、ね、やっぱそれだけをやっぱ考えてしまっ
ても、運営ができないっていう、まあ、現状があるので、なんで、しっかりとね、運営側の事情っていうのも、ユーザーがちゃんとね、理解して行動するっていうのが、まあ、最善なのかなっていうところになります。じゃあ、それは何かっていうと、まだ現状、スクエスアーケードの筐体、まあ、撤去、ね、近辺には、まあ、もしかしたらない人もいっぱいいるかもしれませんが、全国、まあ、国内で見れば、まだまだ、設置されてる店舗はあります。なので、まあ、そこで本当に悔いのないように、今できる範囲で、プレイをするっていうところだと思います。なんで、まあ、もしね、サービス終了のね、告知が公式から出たら、もうそこは、スクエスアーケードそのものを生んでくれたのが、もうラブライブっていうコンテンツと、もうスクエニさんの運営になってくるので、そこは今までもう約4年間ね、自分たちを楽しませてくれた、そのお礼をですね、その感謝の気持ちを伝えるのが、もう一番最善なのかなって、思います。まあ、自分の伝えたいことは以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。